ヤッホー、皆さんこんにちは、ネコマルです。今日ですね、私どこに来ているかと言いますと、埼玉県にありますマウンテンシティ川越店の方に遊びに来ております。イエーイ。ということで、こちらのマウンテンシティさんではアウトドア用品の買い取り、そして中古販売を行っており、なんと業界トップクラスの買い取り価格ということで、今回はお家で眠るアウトドアギアを査定して、高額買い取りだったら新しいもの買っちゃおうみたいな感じで、今回は査定に来ているのでございます。それではですね、今日僕がもうお試し査定で持ってきたこれはこちらです。どうぞ。ということで、今回査定するのはこちらの天幕デザインの円幕デラックスエヴァでございます。今年購入して 4、5回に使っていてお気に入りなんですけど、ちょっと重さがね、重いなっていうところで今回査定に持ってきてみました。今回は初めての査定なので、どんなものが高く買い取ってもらえるかや、あと高く買い取ってもらえるコツ、あとは逆にこれは買い取れないよみたいなところをちょっとね、聞いていこうかなというふうに思います。扉を開けるとそこに広がるのは沼ですよ。はい、ということですね。今日はまずはじめに査定をして、査定の間にね、店内を探検しようかなというふうに思います。マウンテンシティには査定方法は3種類あって、1つ目は店頭持ち込み査定、そして宅配査定、出張査定があります。店頭査定ではその場でお店の人と話せて、査定後にその場で現金がもらえちゃうという。宅配査定では荷造りをしたら集客を待つだけ、お店に行かなくても買い取りができちゃう。最後に出張査定では、大型ギア大量の査定でも大丈夫、電話1本で2トントラックでね、お家まで来てくれるよ。査定に悩んでる人は LINE 査定なんかもあるから、ぜひ使ってみてね。ということで、今日はお買い物もしたいので持ち込み査定でね、やっていこうかなというふうに思います。それではもう一度今日持ってきたね、ギアを紹介します。今日持ってきたのは天幕デザインの円幕デラックスエボ、付属品はね、すべて揃っていて、今日はね、箱を忘れちゃったなって感じ。4万円で買ったテントが一体どれぐらいになるのか、ちょっと楽しみだね。買ったのは、まあ1年いないぐらいですかね。はい。何回ぐらい使用されてますか？昨日はまだ4回とか、そのぐらいだと思います。でも多分、はい、結構芝生の上とかも使ってるんで、はいはいはい、あのこうテントの底洗ったりみたいな、そういうの全然してなくて、本当に払うぐらいで、わ、はい、かりました。持ってきちゃってます。こんな感じでね、テントの状態を伝えると、お店の人が査定を始めてくれます。この時にね、結構細かく言っといた方がいいかもしれないね。あるんですよ。箱とかやっぱあると、なんか気がたりするんですか？そうですね、箱ある方が査定額上がります。あ、なるほど。はい、だいたい、まあ、物にもよるんですけども、1000円ぐらい。結構大きいですね、1000円、はい、変わり物もあるんで、うん、なるほど。私持ちがあれば、はい、一緒に持ち込むとか、うんうん、あとこういった説明書類、はい、あ、よかった、ぐちゃぐちゃだけど大丈夫です。なるほど、こういうのがあると、まあ、査定金額は上がると。はい、うんうん、あのペグとかも傷があったりとか曲がったりするんですけど、はい、そこら辺はどうなんですかね。ペグとかガイドロープに関しては、はい、まあ、その傷だったり、まあ、多少の曲がりとか、はい、結構その代用が効くようなものなので、はい、あまり気になさらず、で査定額にも、はい、そこまで、まあ、その全部が全部ぐちゃぐちゃに曲がっているとかだったら、はい、ちょっと変わってきちゃうんですけども、はい、数本とかのレベルだったらあまり考えなくていいです。なるほど。アウトドア用品とかって多分、はい、本当にいろいろ幅広いじゃないですか、はい、どういうものが結構高く買い取ってもらえたりするんですか？
そうです、結構あのシーズンによっても変わってくるんですけども、はい、例えば今だったら冬でも使えるような大型のテントとか、はいはい、まあ、薪ストーブとかインストールできるようなホットンのテントとか、うん、そういったものの需要が高まるんで、はい、まあ、それに合わせてうちに、まあ、弊社の買い取り額っていうのは上がってますね、はい、今。なるほど、やっぱ季節に合わせてこう値段も結構前後するっていう感じなんですね。そうですね、うん、高額買い取りのポイントはこんな感じ。売る前のちょっとした手間で査定金額は変わってくるのだ。こう減点されるポイントってどういうのがあるんですか？まあ、やっぱり一番は膜本体に、はい、まあ、取れないようなひどい汚れだったり、はい、あとは焼き穴、あ、はい、とかが、はい、あとはあのポールのショックコード切れとかも結構、うんうんうん、ケースがあるので、はい、そういうところはやっぱりどうしても金額に響いてくるところでございます。なるほど。あとか、食器の切れがあるときは、はい、お客様の方で、はい、ご自身で修理してくだされば、はい、まあ、それで、買い取りのランクがあるんですけども、はい、少し上がる。そうですね、お、はい、あると思います。それはありがたいですね。結構やっぱりテントとかってこう焚き火の穴が開いちゃったりっていうのがあって、うん、もうそうしたらもう売れないんじゃないかっていうふうに思ってる方多分結構いると思うんですけど、はい、でも自分で直せばその分ちょっと上がるっていうのはいいですね。だって結構もう、あ、手間ちょっともうポイって捨てちゃう人結構いるじゃないですか。それはもったいないですね。それもったいない。あ、なるほど。こう買い取りが難しいものとかって何かあるんですか？そうですね、例えばあのスキー板とかスノーボードとかのモデルが古いものだと、はい、ちょっとこっちに持ち込みいただいても、はい、引き取りも難しいということもございますので、はいはい、こちらも特にその事前に確認いただければと、お客様のお負担をかかってしまうので、そうですね、はい、そういうものこそメールとか LINE でまず事前にされて、ね、査定をして持ってきた方が良いと、はい、あ、なるほど、ありがとうございます。査定が終わるまで店内を探検。新品商品です。おお、いらっしゃいませ。持ってます。はい、あ、新品も置いてあるんですね。うちで仕入れてる。はい、へー、はい、すごいいっぱいあります。でも本当にいろんなものがありますね。キャンプだけではなく、こんな感じでボートがあったりとか。アウトドア用品全般やってるので、はい、まあ、登山用品だったり、それこそ火薬管理とか、はい、うん、確かにそこ登山グッズめっちゃモリモリありますもんね。コロンビアの靴がなんと2000円、うん、中古で買ってももう少しはするからな。はい、やっぱりムーンライトテントは今人気、はい、ゆるキャン、はい、そうですね、はい、ゆるキャン効果で、特に3型、はい、なんですけども、まあ、2型とか1型も、はい、まあ、だいぶ人気高い商品で今結構ないですもんね。そうですね、品切れのところも多いんで、まあ、こういったものもありますし、はい、こういうスノーピークのクルーズライトっていうテントなんですけども、はい、1万円、はい、スノーピークで大文字っていう、はい、ないですよね。そうですね、大文字スノーピークっていう、はい、まあ、そのプレミアについている、はい、まあ、タグといいますか、はい、まあ、古いスノーピークの時のものなんですけども、はい、こういったレアついてるものは、はい、もう結構高めのものが多くて、おー、これもついにも廃盤の商品で、はい、じゃあもう買えないですね、普通じゃあ、はい、なるほど、誰とも被らないようなテント、確かにそういうのを買えるっていうのはすごい、良いポイントですね。じゃあこんな感じで、まあ、レアのテントだったりランタンだったりいろいろとギアがある可能性もあると。そうですね、なるほど、はい、これはもうあれですね、近い人か通わなきゃいけないぐらいの感じですね。中古販売は製品の入れ替わりが激しいし、何があるかわからない、そこが楽しいところですよね。中古だけど綺麗にお手入れもされてるから手に取りやすい。
ちょっと終わりましたかね。つての方が終わりました。はい、ありがとうございます。今回のこちらの煙幕の方なんですけども、はい、お会計金額の方が2万円になります。今年の値段は4万円ぐらいだったんですけど、半分ぐらいになるんですね。そうですね、うんうん、一応今回このタイプのテントが先ほど申した通り需要が高い、はい、高まる、シーズンでございますので、はい、まあ、その分でプラスにもなってますし、まあ、状態も、まあ、備品という分類になりまして、はい、こちらでも、はい、今回の金額がプラスできるポイントになってなるほど、はい、ありがとうございます、なんか嬉しいですね、お気に入りのテントが2万円になるっていうのは。おー、なるほど、ありがとうございます。さてはて、皆さんはお気づきでしょうか。私がお店の中の探検中にあるものを発見したこと。このパップテントみたいです。いや、なかなかこの群幕のパップテントってなかなかなくて、今広げたい。はい、あ、でも結構物綺麗ですね。そうですね、だいぶ群幕ってやっぱ結構痛みがあったりとかってあるんですけど、めちゃめちゃ綺麗なの。なるほど、どうしようかな、今日のテントとこっちに変えちゃおうかな。まさかのですね、ずっと探していた群幕のタップテントを見つけたので、今日査定した煙幕を、なんだっけ、買い取りに出して、タップテントに買い替えようかなというふうに思います。やったー。はい、立てました。はい、はい、ありがとうございます。おー、煙幕が2万円になりました。本当ですよ、ずっと欲しかったですよ、こっち。はい、ということでですね、皆さん、なんとなんと私がずっと探していた群幕のタップテントを発見いたしました。ということで今回ですね、私査定に煙幕のデラックスエボを査定に出したんです。購入時が4万円で、まあもろもろなんだっけ、オプションとかはありもしたんですけれども、まあ4万円ちょっとぐらいで買ったものがなんと2万円になりましたので、このね2万円を使ってこちらの新しいパップテントをね購入いたしました。ということで初めてのアウトドア用品の買い取り、これはもうね、猫丸大満足すぎる結果になりました。ということでですね、まあもし皆さんお家にこんな感じで使ってないけどどうしようかしら、捨てちゃおうかしらみたいなギアがありましたら、ぜひね、LINE だったりメールでも査定ができるということなので、ぜひね、やってみてください。もしかしたらこんな感じの素敵な出会いもねあるかもしれませんよ。はい、ということで皆さん今日も最後までありがとうございました。では皆さんバイバーイ。動画を最後まで見てくれた方にクリスマスプレゼント、なんと1月末まで限定、猫丸チャンネル見たよと伝えると買取価格が 20% アップ、キーワードは猫丸。クリスマス前の査定で自分に素敵なプレゼントを買ってくださいね。